はいどうもストックロックです。今日はですねまたラスゴーさんからレーザー墨出し機を提供していただきましたので紹介していきたいと思います。今回のモデルはねレーザーレベル LG3D っていうことで以前紹介した LG クロスの、上位互換機種ですね。もうちょっと上の価格帯の、フルラインの機種になりますね。こちらを今回紹介させていただきます。提供していただきましたラスゴーさんありがとうございます。ではね早速開けていきたいと思います。これはねちょっと楽しみですね。フルラインなんで、価格帯的にもきっとシグマンと競合するんじゃないかなと思ってます。はいこちらですねラスゴーなんかいいケースに入ってますよ。よいしょ。はいドーン。ラスゴーハードっぽいソフトケース、それこそ前のシグマンのケースに似てるかな。横に並べてみるとこんな感じですね。こっちがラスゴーでこっちがシグマンですね。こんな感じでちょっと一回りラスゴーさんの方がケースが大きいっていう感じですね。シグマンの方はなんて言うんだろう、布っぽい素材、こんな感じのソフトケース、半ハードケース、ソフトケースの部類に入るのかな、そんな感じだったんですけど、ラスゴーさんはねスポンジ素材っぽいようなちょっと固めの、ソフトケースって感じですね。すごいしっかりしてます。でまたねこのファスナーが緑っていうことでラスゴーさんのなんか企業カラーみたいな感じですね。はい、この黄緑のファスナーになっててロゴもラスゴー黄緑になっておりますと、結構かっこいい見た目ですね。では早速ね開けてみたいと思います。よいしょ、いきますよ。オープン。お、結構中もいい感じ。上蓋にきちっとスポンジですね、デコボコしたスポンジが入っていて、こっちもね硬質のスポンジが箱に入っていて、でちゃんとくり抜いてあるって感じですね。もう入る場所が決まってる、いいケースですね。こういうケース大好きです。なんかこの辺もシグマンと似てるな。ということで中身見ていきましょう。あ、いきなりぶっ込めた。なかなか抜けない。はい、これが今回のブラケットですね。この間ドボーさんでこれ回すとこの高さが変えられるっていうのあったと思うんですけど、ラスゴーさんのこれも同じですね。きっとここマグネットになってるんでしょう。なんかここにもラスゴーって入っててかっこよくないですか。結構おしゃれないい感じですねブラケット。これターゲットプレートですね。あ、なるほどなるほど、ちゃんと立てかけられるようになってますね。なんかマグネットっぽいのついてますね上にね。こんな感じのターゲットプレート、バッテリーが2本入ってました。てことはバッテリーこれ取り替えられるんだね、内蔵ではないと。それで USB の充電ケーブルですね。でこの充電ケーブルはこのバッテリーに直接挿すんですね。USB Type-C をここに挿して、充電するみたいです。ちゃんとこれインジケーターもついてるのかな？あ、ついてるついてる。こんなバッテリーが2本と充電する USB Type-C のケーブルですね。端っこにあるのがこれ説明書かな？ちゃんと日本語で記載されてます。で、なんか3年保証って書いてますね。なので保証も結構長いのかもしれないね。ではお待ちかね、本体引き抜いてみます。結構ね、これスポンジね、ちゃんとがっちり作ってるんで、本当中で動かないですねこれね。なんか持った感じはシグマンより一回り大きいかなって感じですね。ラスゴーカラーの黄緑とあとグレーとシルバーですね。メタルチックな感じのレーザー墨出し機になっております。入ってるものはこんな感じになります。バッテリーはタイプ C のケーブルを直接バッテリーに挿しますよと。するとこんな感じで充電が始まります。これを割ると点滅が止まるんだと思います。なんかシンプルでいい感じですね。でちょっと気になってるのがこれ直接接続できるのかな本体に。あ、本体に USB の差し込み口はないですね。なのであくまでもバッテリーを充電してバッテリーをこの中に入れる、そして使うっていう感じになるのかなと思います。でバッテリーはここですね、この中にバッテリーをスコンと入れると。はい、ガシャ。はい、こんな感じになります。で今回、これとね競合するのは当然、シグマンのフルラインレーザーだと思うんですけれども、まずその2つをねちょっと横に並べて比較してみましょうか。ということでラスゴーの LG3D とシグマンの CM701、 こちら両方並べてみました。どうですかね、大きさだいぶ違うでしょ。これ横から見るとこんぐらい違いますね。二回りぐらい違うかな。で横幅も、1.5 倍とまでは言わないけど 1.2、3 倍はあるかなっていう。レーザーの出す部分もでかいですし、もう本当に高さも含めて全体的にラスゴーの方が大きいという感じになります。でコンパクトさを考えるならシグマに軍配が上がるでしょう。
でラスゴーのいいところは先ほど紹介した通りバッテリーを取り替えられるということで、そのあたりが全然違ってくるのかなと思います。あと付属品ですね、ブラケット、ラスゴーさんのブラケット結構いい感じなんですけど、シグマンはこんな簡易的な L 字のブラケットしかついてません。ただしブラケットの他にこんな感じの便利な、回転する台ですね、こういった付属品がシグマンの方にはついてます。なのでまあ一長一短って感じですかね。ブラケットだけ見るとラスゴーの方が良さそうに見えるけど、その他のものを見るとシグマンの方が付属品は多いのかなって感じがします。まあシグマンはね、そしてなんといってもねリモコンついてますからね。なんだけどまあラスゴーはついてないですよね。まあそのあたりの違いがあるかなと思います。なのでラスゴーの今のところの長所はバッテリーが2つついている、交換できるっていうところと、あとブラケットがなんかきっと優秀っぽい、そんな印象を受けます。でこれ前のラスゴーさんの LG クロスなんですけど、はい、これ LG クロスがねまさにシグマンの CM701 と同じぐらいの大きさなんですよね。結構似てるでしょ。ちょっと LG クロスの方が幅が広いけどコンパクトかなーっていう感じもするんですけど、なので本当に今回のラスゴーは一回り大きいですね。まあ前に紹介したドボーさんのやつよりは小さいですけど、ちょうどその間ぐらいの大きさかなっていうことで、このままね仕様の説明をしてしまいたいと思います。まずね精度ですね、5メートルあたりプラスマイナス 1.5 ミリっていうことで、こちらはシグマンと全く一緒の精度になっております。セルフレベリング精度もプラスマイナス4度っていうことで、こちらもシグマンと全く同じです。ここからがちょっと違うんですけど、こいつには先ほど説明した通り、まあ、バッテリーパックがね、別に付属していますと。で、バッテリーパックが 2600mAh のバッテリーパックなんですけど、そのバッテリーパック1つあたりの動作時間がなんと10時間です。なので、それ ×2 っていうことで、こいつ20時間も動作するんですね。動作時間はシグマンより圧倒的に長いっていうことになります。ちなみにシグマンは、まあ、どのライン出すかによって全然変わってくるんですけど、まあ、最長で30時間、多分これ1本のライン出した時ですよね。最短で6時間っていうことで、ラスゴーさんの方が使用時間は長くなるんじゃないかなと思います。まあ、そのあたりの違いですね。その他主な仕様はあまり変わりません。あとは明るさ、レーザーの見やすさがどうなんだっていう話になってきますので、まあ、そのあたりをね今回検証して皆さんにお伝えできればなと思っております。では実際にこちらの LG3D の使い方を説明していきたいと思います。使い方はねいつも通りなんですけど、ちょっと違うなって感じた部分もあって、まあ念のためね詳しく説明していこうかなと思います。でバッテリーはね先ほどやった通りこちらの下からね入れるんですけど、まあその他に4分の1インチのネジ山が切られてます。まずこちらのね操作パネルにボタンが2つありますと、プラスこちらのスライドスイッチが1つあります。なので操作する箇所としては3箇所になります。操作パネルの左側ですね、ここが電源オン、マニュアルの電源オンのボタンになります。ではね押してみます。ポン、はい、こんな感じでレーザーが出ますね。それでこの今電源をオンにしてるんですけど、このオンにしたボタンですね、これを押すごとに線が切り替わりますっていう感じです。なので縦ラインを消すとか水平ラインを消すとかつけるとか、それぞれ独立したボタンじゃないんですよ。最初につけた時はもうフルラインで必ず出る。でその後にボタンを押すことで、縦ライン1個消したり横ラインのみにしたりっていうのをこれで選ぶような感じになりますね。で7回押すと電源がオフになると。で電源オフにするのにじゃあ7回連続で押さなきゃいけないのかというと、まあそうではなくて、電源オンの状態で長押しすると、はい、ピッと消えます。そんな感じの使い方ですね。それで右側のボタンは何かというと、これパルスモードですね。受光器を使う場合に使うモードなので、まあ持ってない人はね普通に使わないと思います。なのでこのワンボタンで全部操作するっていう感じですね。ただ1個ですね発見したことがあって、これ説明書にも載ってないんですけど、ここですね、今はマニュアル操作の説明をしてるんですけど、こっちはねオートレベリングのスイッチになるんですよ。ただこの振り子のロックを解除するときにですね、2段階になってるんですよ。カチッ、はい、でカチン、この2段階ですね。なのでこの1回目のカチンの時にこれマニュアル起動するんですよね。でこっちで起動させることによって、上のボタンはもう線の切り替えだけ、
消すときは、まあ、この上の先ほどの長押しでもいいんですけど、スライドボタンですね、これを戻す。きっとね、こっちの方が使いやすいんじゃないかなっていう感じがしました。さらに奥にするとオートレベリングですね、はい、勝手にプラスマイナス4度補正してくれるっていう機能になります。で、今点滅しているのはプラスマイナス4度、まあ、限界を超えてますよっていう合図になってますので、これきちっと置いてあげると、はい、はい、ちゃんと補正してくれてますね。で、点滅が止まる、そんな感じの機能になっております。続いてね、ブラケットについて説明していきます。ブラケットはね、この上段、稼働する段ですね、この左右のハンドルを回すことによって上下する仕組みになってるんですけど、こちら、4分の1インチのネジがついてまして、これがラス号本体の、後ろにねじ込めると、こんな感じで装着できるという形になります。こちらのブラケットの後ろですね、4分の1インチのネジ山と8分の5インチのネジ山ですね、こちら両方切られてますので、カメラスタンドにも付けれますし、墨出し機専用の三脚にも取り付けることができますと。で、こちらの後ろやっぱり磁石になってまして、鉄板にパシャンと貼り付くことができます。で、動かした感じ結構がっちりしてます。はい、この辺りは全然問題ないですね、全然落ちません、てん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 と、まあ、分かりやすいシンプルなブラケットですね。ってことで、ラス号の LG3D なんですけれども、あとはね、シグマンと比較して、ね、実際にレーザーの見やすさ、明るさはどうなんだっていう比較をしてみたいと思います。結構ね、ラス号さんは前の LG クロスで結構な光量が出てたので、もしかしたらシグマンを超えてくれるんじゃないかなって期待はしてるんですけど、まあ実際にどうなのか、これからねレーザーを出してみて確かめてみたいと思います。ということで、いつも通りこんな感じで設定してみました。右側に設置してるのがシグマン、右下ですね、すごくちっちゃく映ってるこれです。左側に設置してるのがラス号の LG3D になります。ではね、壁の方を見てみたいと思います。はい、ということで、こちらが壁に照射したレーザーです。まずね、こっち、この今消えてる方ですね、この縦ラインと横ラインがシグマンです。まあ右側ですね。で、次左側、こちらのレーザー、今ついたり消えたりしてるのがラス号さんの LG3D になります。また距離もね、合わせて照射してるんですけれども、どうですか、皆さん違いが分かりますでしょうか。もうちょっとアップにしてみますか。今まあね、正直カメラ越しだと全く分かんないと思います。ちょっとラス号の方が線が太いかな、明るいかなっていうぐらいで、両方しっかり見えてるんですね。こう見たら若干左側の縦ラインの方がちょっと太く濃く出てるような気がしますよね。だからきっとね、シグマンよりちょっと明るいかなっていう気がします。ラス号さんの、まあ、安いモデル LG クロスもかなり明るかったんで、まあ、今回も期待してたんですけど、まあ、その明るさはね、ほんと変わらないですね。 LG クロスの明るさってフルラインになってると、そんな製品です。もう完全に上位互換ですね。で、上の方もずっと見ていっても、まあ、左がラス号で右がシグマンですけど、まあ、そこまで大差はないけど、どちらかというと左の方が若干肉眼では明るく見えるかなっていう感じですかね。両製品とも、まあ、はっきりくっきりとラインは出てるので、はっきり言って実用上はね、そんなに変わらないかなっていう感じがします。すごく綺麗にラインは出てますね。なので、このラインだけ見てどっちがいいですかって言われても結構判断に困るかもしれません。なので、ラインがどっちがいいかっていう判断をするより、こいつらのまあ機能ですね、付属品だったり機能だったり価格を比較して、まあどっちを買うか迷ってる人は検討した方がいいのかなっていう気がします。あまりにも線が変わらないので、ラス号さんの線だけにしました。しっかりね、水平ラインが出てますし、垂直ラインの方も出てますね。まあこの辺はね、当たり前といえば当たり前なんですけれども、まあ線もしっかり出てるし、はっきり見えるし、まあ機能的にはね、全く問題ないんじゃないかなと思います。で、まあただね、一個難点なのがこの線の切り替えですね。それぞれ独立してないので、水平ラインを消すまでに2、3、はい、3回押さなきゃなんないですね。5回押すとやっと水平ラインだけっていう感じになりますんで、まあ、この辺りの、まあ、操作の慣れというか、ポン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 って押して、欲しい線になるまで、まあ、押す必要があると、まあ、その辺はちょっと面倒くさいのかなっていう気はしましたね。ということで、総評に移りたいと思います。使った感想としては、まあ、全く問題ないです。っていうか、むしろ線は見やすいですし、
機能的にはねもう全然合格ですね。でシグマンとじゃあどっちがいいのかっていう話をするんですけれども、価格はね本当に同じぐらいの価格なんですよ。ラスゴーの方も約13,000円、シグマンの方も、まあ、通常15,000円ですけれども、まあ、安くなったりして結局13,000円とかね12,000円台に落ちたりします。でラスゴーの方も今12,000円台に落ちてます。なので、価格は本当に、まあ、互角かなと。で機能、まあ、フルラインでレーザー出せるっていう点でも一緒かなと。ただ線の違いですね、レーザー自体に関しては若干ラスゴーの方が見やすいかなっていう印象は受けました。なので線だけレーザーだけで言うと若干ラスゴーの方がっていう感じ、まあ、ただ若干なんでそこまでね明確な違いはないです。次にこの大きさですね、これはね結構好みが分かれるのかなって正直思います。まあこの大きさ、まあ、欠点になるかというとそうでもなくて、バッテリーがね2つついてますんで、バッテリーをコロ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 交換していけば、まあ、実質ねラスゴーの方はずっとレーザーを照射し続けられるっていうことになります。逆にシグマンの方は、内蔵バッテリーなので1回バッテリーが切れちゃうと必ず充電が必要です。ラスゴーは1個入れてる間にもう1個充電しておくことができるので、こっちの方が作業時間長い場合にとってはすごく楽ですね。通常のあの電動工具でバッテリーパック2つ持ってるイメージと全く一緒です。なので長時間使用する人にとっては、まあ、必ずラスゴーの方がいいのかなっていう気はしました。次にね操作面ですね、操作はねやっぱりシグマンの方が V1、V2、あと H っていうボタンが独立してあるので、まあ、線をねあのオンにしたりオフにしたりっていうのがボタン1個でできちゃうんですよ。ラスゴーは実質ボタンが1個しかないような状態なので、まあもう1個パルスモードですからね。なのでこの1個でコントロールするってなると何回も何回も押さなきゃいけないので、まあ、そういった面ではシグマンに軍配が上がるのかなとは思います。であと付属品ですね、ラスゴーの付属品、このブラケットだけなんですけど、このブラケットはね非常に優秀です。これで高さ変えれてマグネット貼り付けもできて、木ネジかなんかにも引っ掛けられるということで、まあ、基本的なことができるプラスこの高さが変えられるっていう点は、まあ、ラスゴーの方が優れているかなっていう思います。で結構かっこいいんですよね。なんですけどシグマンの方にはこの三脚ですね、まあ、これを使いたいよっていう人は、最初からついてるシグマンの方が有利になるのかもしれません。でシグマンにはね何といってもリモコンです。はい、こちらですね、リモコンがついてるのでこの辺りを次どう見るかですね。で明るさ調整もできるんですよシグマンの方は。なのでこの辺りの機能に関してはシグマンの方が上っていう感じがします。ただレーザーの光の強さだったり、あとバッテリーの持続時間というか作業時間、そのなんか体力みたいな面は、ラスゴーの方が上、そんな感じです。なのでこの本当にね大きさに比例してると思います。なんかこっちの方が体力ありそうでしょ、でかくて、でこっちの方がちっちゃくて器用そうじゃないですか。本当にねイメージ通りそんな感じです。まあ結論なんですけど、機能を取るか体力を取るか、そんな感じの違いになるかなと思います。でまたねこちらの商品概要欄の方にリンクを貼っておきますので、もしかしたらね割引コードもらえるかもしれないんで、もらえた場合は合わせてねこちらのリンクと割引コード両方貼っておきますのでチェックしてみてください。ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。